ウェタル島は、インドネシアのマルク州に属して、バラトダヤ諸島最大の島である。アロール島とティモール島を含んでいる小寸ダ列島の東に位置しているが、マルク諸島の一部と考えられる。ウェタル海峡の南 56km にティモール島があり、オンマイ海峡を挟んで西側にアロール島があり、南西にはリラン島という非常に小さい島。 さらに、東ティモール領のアタウロ島がある。北はバンダ海に面し、東にバラートデイア諸島のロマン島、ダマル島などがある。ウェタル島の主要都市は、北西のライオパ、南のエレワキー、北のワシリ、東のマサプン、北東のアーワラで、これらは道路によって結ばれている。ウェタル島は、東西1 3 0キロメートル、南北 45km。 3600平方キロメートルで、サンゴ礁と深い海に囲まれている。島の最高点は1412メートル。ウェタル島は、インド・オーストラリアプレートとユーラシアプレートの衝突で、できたバラート・デイヤ諸島とバンダ諸島を含んでいる、火山島群の一部である。島にあるグノアピー・ウェタル山は、1512年と1699年に、噴火した記録がある。また、ウェタルには、 多くの均衡脈が存在する。ウェタル島は他の近い島とともにウェラシアの一部を形成している。この領域は固有の珍しい動物群で知られ、ウェタルでも例外ではなく162種類の固有種がある。保護区がなく絶滅の危機にさらされているものもあり、保護区設定が提案されている。雨は季節風の関係で非常に激しい降る時がある。また、 島は熱帯紅葉樹林でほとんど覆われ、渇水期には多くの木が落葉する。ティモール島とは、エタル落葉樹林エコリージョンの一部を形成している。言語はマレーポリネシア語派のウエタル語で、ティモールのテトゥン語と同じ集団に属する。この他にアプタイ、エレイウーン、ペライ、タラー、ツグンがあり、それぞれ話者は約1000人の小集団である。また、一般的にはインドネシア語化。 アンボネスマレーの方言が使われる。島の産業は、サゴヤ市の霊彩農業で、喫光、取引が禁止されていない国に集めて輸出している。住民の大部分はパプヤ系。大部分はイスラム教徒だが、少数のキリスト教徒がいる。ありがとうございます。